アメリカのクリントン元大統領は17日、感染症で入院していたカリフォルニア州の病院から退院しました。ヒラリー夫人に付き添われて病院を出ると、記者団の問いかけに親指を立てて応じました。クリントン氏は12日に体調不良で入院し、尿路感染症に起因する敗血症と診断され治療を受けていました。今後は抗生物質による治療を完了させ、経過観察を続けるということです。